前回に引き続いて今回の動画はまた焼きそば、焼きそばです。昨日は私がやって、みこが2問間違いですね。間違いしましたね。で、今回最後は私天の声が挑戦したいと思います。天声さん、これマジでむずいから頑張って。僕もね、でも焼きそば好きなんで、おお、多分大丈夫。いけます？いけます。ねえ、マジでやだ。ここでみこのバカ舌をもう晒し上げる。バカ、いやもうね、もう最近ちょっと料理人ぶってんじゃん。料理人ね、全然まずだれ、全然まずだれ。まずくないよ、ほんと美味しいから。それはね、じゃあ先に僕テイスティングしましょうか。テイスティング、僕はどうしましょう、映ります？映った。じゃあ、ほん、あの仮のジュビローに乗り移ってきて、ね、乗り移ってもらってください。ジュビローさん呼んできてください、はい、ジュビローさん、はい。あ、ジュビローさん、どうした、あの、か来てくれたんですね。じゃあやりましょうか。じゃあ乗り移った、乗り移りました。真ん中座って、真ん中、真ん中ね、はいはい、ここ座って、よし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 、はい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 、なんだこの色。まずテイスティング。テイスティングからサクッといきましょう。これ納豆だよね。納豆です。納豆の箸使って、納豆、まあ納豆スタートだね。納豆スタートで、え、俺箸変えてくださいよ。いや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 、資源の無駄はできないから。そう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 、納豆どす、え、でも分かんねえかもこれ。納豆、納豆は分かんない、納豆は、え、なんかそれは普通、大事なのはペヤングの、そうそうそう、ペヤングと UFO と一平ちゃんの味さえ掴んでしまえば、うんうんうん、え、やべえ、納豆の味しかしねえ。ほら、多分さ、野菜とかもほぼ一緒だよね、これ。野菜とかもほぼ一緒、私食べてなかったって、野菜。あー、なんかちょっと違う、ちょっと違うんだよ。 UFO は分かるな、多分、うん、一平ちゃん、あ、一平ちゃん分かんねえかも。いや、一平ちゃんはでも難しい。このね、このマヨ、からしマヨネーズが入ってないだけで、こんだけ、本当にこの麺はからしマヨネーズと合わせるためにできてるから、うん、そうかもね、そう、ソースの味を、うまいね、うまいだろ、うまいよ、うまいうまいうまい、冷めてもうめえんだよ、すげえよ。あー、わかっかな、うん、よし、やばい、変な緊張する。ちょっと前押さえててくださいね。はいはいはい、なんかドラゴンボールのナッパみたいになってる。ナッナッパハゲてるってことですか。OK です。これちょっと緊張すんな、これは。今回のテイスティングの、僕だってちょっとテイスティングじゃねえや、食べる順番は、はい、こちら。あー、なるほどね。はい、じゃあ最初はこっちいきますね。ビートを聞かせてください。ビートを聞かせてください。早く、このくらいかな。口を開けてください。あ、なんだよ。どう、わかった、うんうん、あ、オッケーオッケー、次、はいはい、これですよね、はいはい、うん、どの、はい、これどの量を上げりゃいいんだ、難しいだろ、これこの量を上げるかな。こんなにいいんだよ、大丈夫、大丈夫、男だったら大丈夫。バッチリ、やだ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 、どういった、あれ多くない、これ多くない？多いよ。大丈夫、待って、男が、男だからいけるかなと。うわ、なんか弾むようになってるな。どうですか？はい、ちょっと待って、の、うん、OK、 OK、 じゃあ次これですね、うん、はい、いきます。さっきの多いって言ってたから、うん、こんぐらいいいね、はい、いきます。あー、やだ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 、これサムネ狙
ってるのこれサムネ狙ってる朝からもうやだえちょっと待ってちょっと待って、うん、はい、はい、最後最後、はい、これですねはいはいはいなんなのこれやりたいいらないから別に普通だねいやだ本当にねやばいはい OKん？オッケー、オッケー、来た。待ってくださいね。うん。うわ緊張するなこれ。はい、これ本当お願い。どう書くんだろう。これね本当ねジュビロも当たってたらミイコはただ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 バカじたって。ねえやだ。はい、できました。早いな。はい、多分これで合ってると思います。いいですか、はい、僕の答えこちら。一平ちゃん納豆 UFO ペヤング。はい、正解 はこちら。一平ちゃん納豆 UFO ペヤング。やだーやだーただのバカ舌決定。やだ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 。よっしゃー、すごい。迷いもせず。あ、そっか。やだ。いいな。やだよ、もういい本当にやだ。泣きそうなんだけど。いいな。よかった、本当に。よし、じゃあまた。よし。また目黒さんとは。はい。はい。はい、本当にやだ。5秒前、4、3、2。はい、バカ舌王が決定しました。やだー、マジよかった。え、なんでさ、よかった。だって水は聞き、ね、飲み聞きできたのに、うん、なんで焼きそばできないの。焼きそば、うそー。でも焼きそば意外とヒントあるよね。麺の太さとかさ、あ、もちもち度とか、うん、なんかね、一平ちゃんはね、ちょっと胡椒効いてんだよね。あ、わかるかも。ピリッとくるの。どれかね、フルーティーな感じのがあるんだよ。 UFO じゃない。 UFO か。 UFO はね、もっちりとして、なんかね、なんかちょっと味も濃いですね。そうそう、フルーティーな味する。へぇ、あとペヤングやっぱ麺が細いよね。あー、うん、そうね。あとソースがシンプル。ちょっとマジで、ほんとに。いやー、はい、まあ、ということで、はい、まあ、みこさん、はい、外したということで、はい、からしマヨネーズを一気にします。やだよねえ、おビリビリとかにしよう。ビリビリとかに、今回の罰ゲームは、サトシ様聖水ですね。サトシ様聖水。これ匂いもすごいの。これやばいっすよ。やべ、俺初めて食うペヤングカップ。めっちゃやべ。マジマジマジ。何ジュース。何ジュースです、こちら。のにジュース。マジでそんな。健康にいいのにジュース。いいな、飲みてえな俺も。ただね、まあ健康にいいんだったら、まあまずい。まあ匂いやばいよこれ。ただまあミーコね、まあ舌バカなんで。ねバカじゃない、わかるでしょ。美味しい美味しい。そうそうそう、美味しい。え、これ罰ゲームなの。みたいな。もっと飲みたいね。飲みたいになるかもしれない。はい。今日飲んだことあるの。ないない、本当に初めて。ちょっとじゃあ、どれ、匂い嗅いでみね。匂い嗅いでみ。これやべえだろ。やべえだろこれ。これやべえ。息が止まるんだよこの匂い嗅ぐと。やべえんだって。じゃあ、天の声さん、いつも通り声がお願いします。リバースしそうになったら、すぐ下に下がってください。待って、マジで言っていい。本気で言うけど、ちょっとだけ出そう。今、ここに来てるから涙出そうになっちゃった。なんか、出さないで飲み込めばいいんだ。出ちゃうの。じゃあ、ここにね、一応ね、一応ここにやめとこうかな。全部飲み切らなくていいですよ。これ耳かけ完全にバスの帰りの遠足のバスのやつじゃないですか。本当に健康にはいいみたいな。健康にはいいよ、健康にいいんだから。お前こんぐらい飲んで全然だ。嘘でしょ、こんな飲んで。こんな違う動画ですけど、アホじゃないの。いいよ、はい、それでは行きましょう。ミコの罰ゲーム、3秒前、3、2、
3、2、1。吐くなよ。もう久しぶりにバナナに味付けたゴリラになってる。これもう真剣だね。どういう味すんのこれ。なんだっけ。ここにあるってなる。ここにあるの。これだ。ママちょっと待って、納得は。子供の頃、うん、あのなんて言うんでしょう、ピーマンとかやっぱ苦いから嫌いじゃないですか。それと同じ初めての味みたいな感じで、初めて嫌な味みたいな。え、待って、言って。あの納豆の太もも。さあ、ということで、はい、WhatsApp のチャンネル登録よろしくお願いします。PC でご覧の方は右下の登録ボタンから、スマホでご覧の方は動画の概要欄からぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしてファミツアップニコ生もやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、それでは明日も7時にお会いしましょう。さよなら。この企画俺ら以外でやって、ま、リベンジして沈むの。同じ同じ、ね、もう一回。